俺はエンジ、娘の成長が楽しみなサラリーマン。おいしくなーれ、おいしくなーれ。ヒサメは何をしているんだ？料理なんてするの初めてじゃないか。次の日曜バレンタインでしょ、だからチョコ作ってるの。まさか好きな男でもできたのか。それがね、笑っちゃうのよ。相手は担任の先生なんだって。生意気よね。担任？大丈夫なのか。エンジが心配しているような変な人じゃないわよ。若くてハンサムで優しいの。生徒にも保護者にも大人気なの。正直ちょっと焼いたが、小さかった娘がそんな年になったのかと感慨深かった。そして次の日曜日、それじゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。ママもちょっと出かけてくるからお留守番お願いね。はい、行ってらっしゃい。できた。あとは冷蔵庫で冷やしてっと。数時間後完成した。これなら先生も喜んでくれる。明日渡す予定だったけど、先生の家に直接届けちゃおうっと。先生いるかな。ヒサメってば、ガキの分際で先生のことを好きなんだって。10年早いわよね。まあ10年経ってもあのガキに女として負けるつもりはないけど。え、ママ？この声絶対ママだ。なんでママが先生の家に？おい、ヒサメどうしたんだ？学校に行きたくない。誰とも話したくないの。昨日まであんなに楽しそうだったのに。どうしたのかしらね。まさか昨日のバレンタインで何かあったのか。それなら直接聞いてくるわ。今日は日曜日だぞ。熱心な先生だからいつでも話を聞いてくれるのよ。じゃああとお願いね。ヒサメ、何があったのか話してくれないか。ママは？ママは今いないよ。パパには話せないか。パパに話があるの。実はカクカクシカジカで。何？クロハがヒサメの担任の家で？クロハのやつ、帰ってきたら徹底的に問い詰めてやる。待てよ、問い詰めたところであの腹黒女が素直に白状するか。先に外堀を埋めなければ逃げられるだけだ。もうママも先生の顔も見たくない。後のことはパパに任せろ。すまないが、ヒサメはもうしばらくだけ我慢していてほしい。パパ、私は探偵のソラ。奥様の素行調査をさせていただきました。ありがとうございます。どうでしたか？残念ですが真っ黒でした。南国ピーナッツもびっくりです。うわ、相手の男のアパートで。こっちは俺の家。俺はドン引きするほど浮気の証拠をゲットした。それを持って学校に行ったのだが、まあまあお父さん落ち着いて。ああ、こりゃこりゃ、いやこりゃまた。この学校の教師の倫理観はどうなっているんですか、校長先生。このことは内密に。騒ぎになれば他の生徒たちが動揺しますから。娘は傷ついて不登校になっているんですよ。もうじき学年が上がって担任も変わります。そうなれば娘さんも登校するのでは。あなたが騒ぎを大きくしなければですが。まさか隠蔽する気か。あんたじゃ話にならん。当事者を出せ。お父さんがそんなに苛立っておられる状態では合わせられませんな。あんたが苛立たせているんだろう。いいですか、このことは絶対に口外しないように。下手に騒いで話が広がれば娘さんが学校に戻ってきにくくなるだけですよ。このガチャ、ことなかれ主義の化身かよ。校長にのらりくらりとかわされたまま俺は帰宅した。思うように外堀を埋めきれないまま黒羽と対決。エンジ、一体どういうつもりよ。どういうつもりはこっちのセリフだ。校長に誓ったわね。先生を困らせないで。娘や夫を困らせるのはいいのかよ。探偵に撮らせたのこの写真、本当に卑怯な男ね。虐待をつく暇があったらまずヒサメに謝れ。謝ることなんて何もないわ。ガキが生意気に恋なんてするから、女としての格の違いを教えてやっただけよ。それが母親のすることか。もういい、これを書いてくれ。離婚届ね。役所に取りに行く手間が省けたわ。すぐにでも成婚するから別にいいわ。そして俺は当事者の担任を呼び出した。そんなこと言われても困るんですよね。ヒサメは大好きだった先生に裏切られたんだぞ。ち
いりませんよ、ガキの恋心なんか。勝手に疲れてこんなことになるとか。だいたい不倫は文化って言うでしょ。人の娘を傷つけておいてなんだその言い草は。俺たちは離婚する。人の家庭を壊した責任はどうやって取るつもりだ。慰謝料とかいうやつで水に流せるんですよね。10万以内でお願いします。ふざけてんのか。俺は慰謝料の相場を教え、裏付けになるサイトも見せた。うわ、こんなに払えませんよ。払わなきゃいけないだけのことを自分がしたんだろ。相手が一つもなら恋愛にはならないし、万が一子供ができても旦那が養ってくれるから楽ってネットの掲示板に書いてあったんです。大げただけでしょ。本当に教育者なのか。翌日渡してくださいですが決まったのかしら。なんか面倒くさいことになったから別れる。アディオス。あの男はどこ。いや、ノブさん、リサメちゃんのお母さんじゃないかな。先生に会わせなさい。あの、それは彼は今体調を崩しているようで、どうかお見に。あいつは結婚詐欺師なのよ。私と結婚してくれるって言ったのに逃げたの。聞いた、結婚詐欺だって。何それ、面白そう。騒ぎは瞬く間に広がり、担任は辞職に追い込まれた。あれが悪いんじゃない、掲示板が悪いんだ。大体誰だよ、不倫は文化なんて言ってたよ。もちろん慰謝料は踏んだくってやった。教育者のくせに学習能力がないので、今後も似たようなことの繰り返しだろう。というわけで今回の件は終わりです、委員長。それで彼が責任を取りましたので、この件は幕引きに。あなたの責任の話です、校長。隠蔽しようとしたことは教育委員会にも伝わっていますよ。うわぁ、どうか穏便に。行きません。エツ校長は間もなく小学校から姿を消した。私はあいつに騙されていただけなの。家族なんだから3人でまた仲良く暮らしましょう。離婚はもう成立している。ここはお前の家じゃない。感情的にならないで。あなたは良くても久美はどうなの。あの子には母親が必要でしょ。それはもちろんそうだ。久美の思いを優先するつもりだ。そんなこと言ってもう懐柔してるんでしょ、卑怯な男。のことはもう心底見損なったよ。イサメ、ママの実家に帰るわよ。いや、もうママと一緒にいたくない。あんたが作ったせいでママはパパに追い出されるのよ。責任を取りなさい。あんたが私の元にいれば、エンジはいずれ復縁してくれって土下座してくるはず。それで全て丸く収まるのよ。話して。クロハ、いい加減にしろ。自分がどれだけ娘の心を傷つけたかわからないのか。サメは俺一人で立派に守り育ててみせる。ママ、いずれ後悔させてあげるわ。あんたやあの男より若くていい男なんていくらでもいるのよ。二度と姿を現すな、うすら。ヒサメ、ごめんな。学校に行きにくくなっちゃっただろう。パパのせいじゃないよ。今、新しい家を探しているんだ。引っ越したら別の学校へ行ける。あとは自分で判断してくれ。俺たちは親子二人で新居に移った。通勤時間は長くなっちゃったけど、パパ早起きして家事も頑張るからな。うん、私も頑張って学校に行くね。それから、私も家事お手伝いするから教えて。すぐ上手にできるかわからないけど。ヒサメ。一方、クロハは実家に帰ってパート生活を始めたらしい。なんでお父さんも母さんも怒っているのかしら。まったくわけわかんない。仕事をしましょうよ、クロハさん。ところで藤君、春からモナ商事に入社するって本当？はい、なのでここのバイトはもうじき終わりになります。クロハさんにもお世話になりました。何言っているの。お世話するのはこれからよ。新社会人で一人暮らしって大変よ。結婚経験のあるお姉さんが手取り足取りお世話してあげる。僕彼女いるんで。ヒサメは新しい学校に馴染み、家の手伝いもよくしてくれた。ヒサメ、だいぶ料理がうまくなったな。パパのお弁当は私が作ってあげる。だから朝はゆっくり寝ていてね。ヒサメ、この子は絶対いいお嫁さんになる。母親のようなドキュンにはならない。そう確信した。一方、そのドキュンな母親はピーボ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 ー。フジ君、開けて。お夕食持ってきてあげたわよ。お姉さんと一緒に食べましょう。フジ君、何あの人。学生時代バイト先でちょっとの間だけ一緒だったおばさんだよ。なんでかわからないけどストーカー化して怖いね。警察呼ばっか。
黒羽は若い男につきまとっては逮捕されるを繰り返していると聞くが、後のことはもう本当に知ったこっちゃない。ちょっと話してよ。なんなのあんたたちセカールよ。訴えてやるんだから。はいはい、行きますよ。署で話を聞きますからね。話せって言ってるのよ。はい、公務執行妨害で現行犯逮捕。